エスタディオ・デリア・ソルは、スペイン・ガリシア州、ア・コルーニャにある多目的スタジアム。サッカークラブのデポルティー・ボラ・コルーニャが、ホームスタジアムとして使用している。収容人数は3万4600人。世界一美しいスタジアムと呼ばれている。1904年以降、デポルティー・ボラ・コルーニャのホームスタジアムとして使用されていたが、1944年までは、固定座席や、 ロッカールームなどの重要な設備がなかった。1944年にそれらの設備が建設され、公式にデポルティーボのホームスタジアムとして認められた。1944年10月28日のバレンシア CF 戦が初試合となり、デポルティーボは2から3で敗れた。1947年にはコパデルレイの決勝を開催し、 レアルマドリードと RCD エスパニオールの間で行われた決勝では首都のクラブが9度目の優勝を飾った。6万席という収容人数を誇ったことからスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは会場の一つに選ばれスペインのグループリーグ初戦となったポルトガル戦では4-2でスペインが勝利した。レアルマドリードは リアソルデのデポルティーボ戦を苦手としており、なかなか勝利を収められずにいた。デポルティーボがプリメイラディビシオンに初昇格した1991から92シーズンはレアルマドリードが3から0で勝利したが、1992から93シーズン以降は長い間デポルティーボがリアソルデ腐敗を誇った。このシーズンのリアソルデの試合は、 フェルナンド・イエロとイバン・サモラーノのゴールにより25分までに、レアル・マドリードが2から0とリードしたが、後半35分以降に、リカルド・ドロチャのオンゴールとベベットの2得点で、デポルティーボが逆転し、3から2で逆転勝利を収めた。このシーズンから2008から09シーズンまでに、リア・ソルでレアル・マドリードと17回対戦しているが、デポルティーボは12勝5分と無敗を誇った。なお、 この期間中に、レアルマドリードは6度のリーグ制覇を果たしている。2010年1月30日の試合では、エステバン・グラネロの得点とカリム・ベンゼマのに得点で、レアルマドリードが3から1で勝利し、18年ぶりに、レアルマドリードが勝利を収めた。2011から12シーズンはデポルティーボが、西軍ダ・ディビジオンに所属しているため、レアルマドリードとの試合は行われていない。